はい、どうもこんにちは、マッキーです。いつもですねご視聴ありがとうございます。今日はですねナスになります。以前ですこちらねトマトですね、こんな風にアンドン支柱にして、ね、育てていたんですけれども、ナスもですねちょっとね同じようにして、植え付けることができます。ただ今回ですねこういう風にアンドン支柱すると結構ね大変じゃないですか。なので今日はですね、100均で購入してきた不織布ですね、それを使って風から守って、それで元気よくですねナスも成長できるように、はい、やってねいきたいなって、ね、思います。ね、この動画を見ることによってナスですね簡単に植え付けることができて、そして美味しいですねナス収穫できるようになる可能性がググッとね上がりますので、よければね参考にしてみてください。はい、それでは早速いってましょう。マッキーチャンネル。こちらですねナスになります。ナスの苗をですね購入してきました。これは品種としては千両ナスと言いまして、とてもね家庭菜園では人気なナスの品種になります。これ結構ね育ちが良くて、はい、実つきもね良くなりますので、早速ですねこれを畑に植え付けていきたいなと思います。そしてまずね苗の選び方として、ちょっとここねアップして見てみますけれども、こう根元の部分とかですねちょっとこう産毛みたいなねものがね生えているのがねわかるかなってね思います。こういう産毛が生えているものが結構ね健康的なサインになります。あとは葉っぱがこうやってね上を向いてピーンとね上を向いている状態が上にね成長しようとねしてくれているサインになったりとか、あと葉っぱの色とかもですね、濃くてですね、はい、しっかりとしてね生き生きと育っているなっていうね印象のある、はい、状態になっています。あとプラスですねここの葉っぱと葉っぱの間ですね、種の枝があってこの葉っぱがね出てると思います。この葉っぱが出てて、さらに上葉っぱがね出ている、この節間っていうね間になるんですけど、ここが狭いほどですね健康的に育っているよっていうねサインになりますので、早速こちらね、はい、植え付けられるようにねしていきます。そして植え付ける前ですね、お水をですねたっぷりね根元に吸収しておきます。特に朝方がお水をですね吸収しやすくなりますので、朝ですねしっかりとこのようにお水を入れていきます。そして根っこにねしっかりとお水を吸わせて、それで、はい、育てていくっていうねイメージになります。すごい元気よくね育っていますね。ちなみにこちらですねお水あるんですけれども、ピーフォスタという粉ですねをかけていきました。これはリン酸が含まれている粉になりまして、リン酸が入ることによって植物の成長が良くなるんですね。これ商品ですね下の概要欄に貼っておきますので、よければね参考にしてみてください。はい、そして2回ぐらいに分けてですねお水をたっぷりねかけていきます。これで下の方までねお水が、はい、入りました。ちょっと開けてみますと、このようにポタポタポタとねお水が滴り落ちていると思います。これがちょうどいいですねお水の、はい、上げ方になりますので、はい、1回だけだとね意外にお水ね溜まってしまったりとかして、しっかりねお水上げられないっていうこともねあったりしますので、そこはね注意です。はい、それにしてもですね元気よくナスですね育って、はい、これね育っていくの楽しみですね。あとは、下後ろですね見ていただくと根っこですねが生えていると思います。ちょっとだけで白いですね根っこがね生えているんですね。これが、ね、健康的になっています。育っているサインになります。これがもしですね茶色っぽかったりすると良くなかったりするので、なるべくねそういったタイプの根っこのついたねものですねを植えてあげると、苗ですね購入するとき選んでいくといいのかなって思います。はい、ね、すごいですね生き生きと本当ね育っていますよね。じゃあこれはですね早速畑に持って行って植え付けていきたいなと思います。あとは理想を言えば植え付ける前ですねつぼみが、ね、もうちょっとすると出てきたりとか花がね咲いてこようとするんですけれども、そのぐらいになって植え付けるっていうのもね一つ手になります。ただ、まあ、ある程度ねホームセンターで売られてる苗は、外にね置いてあったりとかして寒さにも慣れたりとかして、はい、ね、畑にそのまま買ってきて植えてもすぐね育てられるようなね状態になっているものが多かったりするので、はい、特にね、
待たなくてもそのまま植えてもいいのかなって思います。はい、元気ですね。はい、じゃあ早速ね、はい、やっていきたいと思います。ではですね、早速この M リン PK をですね、こちらに開けていきたいと思います。でちょっと塊もありますのでほぐしながらねちょっとやっていきます。そしてまんべんなくねやっていきます。まあもともとね米ぬかとかそういった肥料とか前野菜ねここ育てていたので残差ですね、肥料がちょっと残っていたりしますので、あまりね肥料多すぎてもつるぼけとかしてしまって肝心の実がならなかったりするので、気持ちねまく程度ですね、そんなイメージで、はい、やってねいきたいなと思います。はい、ではこんな感じでパラパラと均等に、はい、広げていきます。こんな感じ。はい、じゃあちょっとね肥料をねほんのちょっとね、量としてはそんな多くないんですけれども気持ちね、もう土がねいいですね、柔らかいです。一回耕運機をかけて雑草とかもありますので全体を慣らしていきたいと思います。耕運機をかけていきます。はい、こちらですね、今ねナスをね育てようと思っている畝の位置になります。ではですね、早速こちらにですね畝を作ってねいきたいなと思います。この間ね育てたトマトと同じようにですね、こちらは横幅約ね1メートルですね開けていきます。ちょうどここのね畝の部分ですね、端っこになりますので、ここから 1,2,3,4 ですね、僕の足が4本分ぐらいで1メートルになりますので、こちらにやっていきます。そしてこれは100均で購入してきたメジャーになるんですけれども、このメジャーを使ってよいしょ、ガイド線みたいなね感じでやっていきます。こんな感じ。そしてこちらもね端っこありますので、ここから1,2,3,4 ですね、この位置ですね、ちょうどここが、それぞれ1メートル間隔の区画になりますので、早速こちらに、はい、畝をね作っていきたいなと思います。そしてここは1列ですね、1列ずつナスを育てていこうかなってね思いますけれども、こんな感じでね、はい、もうね一回土は耕してふかふかな状態になっていまして、ここはねもみ殻とかですね、腐葉土とか牛糞とか、あとはですね M リン PK という、肥料ですね、化成肥料を入れています。あとはナス系のものはですね、まあ、アブラムシの被害がちょっとね肥料が多いとなってしまいますので、最初は肥料は少なめにして、後からちょっとね肥料を足しながらちょっと調整、ナスの状態を見ながら調整をしていきたいなってね思います。そしてナスは水はね好きなんですけれども、あまり水がねありすぎても根腐れですねしてしまう危険性があります。なのでそれをね防ぐためにもですね、少し高さ20センチぐらいですね、このぐらいの畝を作っておくと後々元気よくね育っていきますので、枯れることなくですね育っていきますので、そんなイメージで、はい、やってねいくといいかなと思います。よいしょ。はい、じゃあもう一回、よいしょ。本当はねこの時ね冷気とか、トンボとかですね、熊手とか
そういうのがあると船ね起こすのが楽だったりするんですけれども、なかなかねそういうのわざわざね購入するのが大変かなってね思いますので、まあ、スコップだけあるものだけでですね、ちょっとこちらは、はい、育てられるようにしていきたいなってね思います。よいしょ、はい、あ、できましたね。そして畝できましたので、ちょっとこう塊のある土はほぐしながらですねやっていきます。よいしょ。そして今日の作業の流れとしては、土作りですね。今ね、耕運機をかけてご紹介していきましたけれども、この後はですね、こうやって畝ですね作って、そしてナスを植え付けて、あとは100均の商品を使って風ですね、風から守れるようにしていきたいなってね思います。そしてナスはね意外に成長がですね長いんですね。うまく育てれば、あの今年の11月とか12月頃まで実をつけてね成長させることができますので、ちょっとねこの場所はあの本来なら黒マルチとかですね、マルチを張ると雑草予防にもつながったり、地温をね高くして作ることもできたりするんですけれども、なるべくねそういう資材は使わないでやっていこうかなと思いますので、こちらはですねまあ、草ですね、雑草とか買ったものを入れたか入れ敷きながらですね、はい、天然のマルチですねを使って育てていこうかなってね思います。そして長く育つので根っこがね広く張るんですね。なので今横幅が 1,2,3,4 約80センチのね横幅が完成しました。1メートル取ってたんですけれども、結果ね80センチぐらいになります。そしてこの真ん中ですね、1畳上でやっていきます。だいたいね1畳上でやると、それでも根っこねすごく広がって夏とかねジャングルみたいになっていきますので、それを見越してねやっていきます。そして横からですね、だいたい30センチから40センチぐらいですね間を空けて、ここにナスを植えられるような穴を開けておきます。そしてここも40の50、50センチ離しておきますね。はい、そしてまた40の50、はい、僕のねこの両手広げたのが40、これが20になりますので、そしてこれが10センチになります。こういうね手のメジャーあると便利です。はい、ちょうど4つね植えられそうな、はい、穴をね開けることができました。ではですね、ここねできましたので、まずはここにお水ですねを入れていきます。お水を入れることによって活着ですね、根の活着が良くなって、ナスがですね、植え付けた後ぐんぐんと育ってね成長が良くなるんですね。なのでそういったね目的で、はい、しっかりですねお水ですね入れてあげるといいですね。そしてここは水の出るところになるんですけれども、よいしょ、この場所によいしょたっぷりお水を取ります。よいしょ。そして取りましたら P フォスタというですね、リン酸とリン酸成分がね多く含まれているものですね、これを入れておきたいと思います。これを入れると根の活着が良くなりますので、はい、そういった目的でやります。そしてじゃーっとねたっぷりお水を入れていきます。ここすごいですね、水はけがいいです。こうやってお水入れたら普通ね溜まるんですけど、全然溜まんないでねいい土ですね。そして虫とかもね、コガネムシとか結構幼虫がねいたりするんですけれども、そういうのもいないかですねチェックをしていきます。はい、ではですね早速こちらに植え付けてねいきたいなとね思います。植え付ける時もね簡単ですね。まずはこちらね苗ですねあります。この苗をですねちょっと逆さにして、はい、取り出していきます。おすごいです。これは千両ナスでね、千両ナス2号という品種のナスになりますけれども、すごいね元気よくね、はい、なっています。こういう感じですごいですね、ナスですね元気よく育っています。そしてこの時ですね、コンパニオンプランツと言いまして、ネギですね、ネギを一緒に植えると良かったりします。
ネギから出る成分がナスの、ね、根と絡んでナスですね、病気から予防してくれたり成長がね良くなるんですね。なのでネギですね、一緒に植えるといいです。できれば葉ネギとかなるべく背の高くならないネギですね、そういったものを一緒に植えるといいのかなと思います。はい、こんな感じで、はい、健康的なね立派なネギがね育ちました。これは去年の12月ではなくて9月ですねに種まきをしてずっとね冬を越して育てていたネギになりますけれども、元気ですね。はい、見てみてください。こちらね健康的な、ネギナスですね。ちょっと先っぽがね枯れていますけれども、お水これあげていけば元気よくまたねなっていきますので、はい、一緒に育てていきたいと思います。ではですね、こちらねネギがこうねありますので、向きはねどこでもいいです。まずはネギをですねこのように置きます。そしてこのネギがね根っこと一緒にこのナスと絡むようにですね置いていきます。そしてそのまま土を戻していきます。あまりネギこの成長点といって葉っぱと葉っぱが分かれている部分があるんですけれども、そこより上に土を埋めてしまうとネギが枯れてしまいますので、そこはね注意が必要になります。そしてこのようにできました。そしたらですね、今度はクリムソンクローバーとか雑草ですね、こういったものをですねちょっとこう刻んでこのナスの周りに敷いちゃいます。これを敷くことによって、あさってぐらいね雨が降るということなんですけれども、雨の泥跳ねですねで、葉っぱが泥ついてしまって、泥の中にはね菌ですね、ウイルスとかいたりするんですけれども、まだ小さいうちはねやっぱりかかってしまうと病気になっちゃうんですね。なのでそれを防ぐためにもですね、このように、はい、マルチですね、天然のマルチって形で貼っておきます。はい、ではですね、同じようにこちらもね全部まずはネギですね置いて、はい、それやってねいきたいなと思います。こんな感じ。はい、はい、じゃあこちらも同じですね、同じようにして植え付けていきたいなと思います。まずはナスを取り出します。そして根っこがねしっかり張っています。そしてこの上に乗っけていきます。ではお隣もね同じように入れておきましょう。はい、そして、そのまましっかりとですね土を寄せていきまして、しっかりと畑の土とナスがですねくっつくようにねちょっとね押してあげます。はい、こんな感じですね。 OK で雑草葉っぱですねを刻みまして、ちょっと周りに敷き詰めておきたいと思います。これで OK ですね。いいですね。じゃああと2つも同じようにやっていきます。ここを開けて入れまして、ではこちらね植え付けていきます。はい、植え付けましたらこちらねちょっと刻んで、はい、置いておきます。よし、はい、こちらもですね、はい、できましたね。できいいですね、いい感じに、ナスね植え付けることができました。ではですね、こちら風がですね結構ね強く吹いているかなってね思うんですけれども、早速風の対策ですねしていきたいなと思います。あ、いいですね、見事にいい感じにね植え付けられたかなって思います。はい、こちらですねちょっとね暖かい目で見ていただきたいんですけれども、大失敗ねしてしまいました。まずね支柱を刺しまして、このように、周りをですね、不織布でね覆ったんですね。でもこれね覆ってもですねちょっとやっぱ風が強いとダイレクトに当たってしまって、ちょっとね良くなかったです。なので今日はですねこのね改良版ということで不織布貼っていたんですけれども、これ不織布し終わってその後ねどんな風にしたのかっていうのをですねご紹介していきたいと思います。はい、こちらですねナスをね育てているところになります。ちょっと昨日ね植えましたけれども、
ちょっとやっぱ風が強いとこのアーチ状にね、植えたんですけれども、ちょっとこれだと苗傷めちゃいそうなので、急遽ですねちょっとトンネルにねしていきたいなと思います。こんな感じで袋をね覆ってもいいんですけど、ちょっと袋がないので、トンネルアーチを作ってやっていきたいなと思います。はい、今日使うものとしてはこちらの段ボールと、あとは、押さえるための、パッカーですね。そして不織布の端っこを押さえるための U 字押さえピン、そしてこちらね不織布を使っていきます。はい、じゃあこちらねちょっとね、まずは段ボールを刺していきたいなと思います。そしてまずはですねこちらね不織布に、ね、なるんですけれども、こちらの不織布片方を、ね、結んでいきます。こんな感じで棒状にしまして結んでいきます。はい、そして結びましたら、はい、こちらの端っこを U 字押さえピンで留めていきます。はい、このように入れましたら、じゃあトンネルをねかけていきたいと思います。はい、次はパッカーですね。パッカーを使ってこちら端っこをね止めていきたいと思います。はい、このようにですね作ることができました。はい、いいですね、綺麗にね、はい、貼ることができました。これで南風ですね、特に結構ね吹いていますので、こちらの風ですねから直接、ナスがね風で煽られないようにちょっとね、はい、やってねいきたいなと思います。そしてちなみにですね反対側はこのようにちょっとね開けています。あまり暑すぎるとかえってね良くなかったりするので、ここはですねあえてやってね、中ですね見ると風強いですけれども、全然ね風になびくことなくですね、はい、育ちやすくなります。完全にあとね締め切ってしまうとこれね、暑すぎてダメになっちゃいますので、そこはね注意をしながら、はい、温度管理ですね、やってねしっかり守っていきたいと思います。1日ね経ちましたけど、ちょっとだけ土ね乾燥してきています。ナスは比較的お水ですねたくさんいるので、こうやって掘ってちょっと砂っぽくなっていますので、もう早速ねお水を今日あげていきたいなと思います。活着するまではできるだけ毎日、ね、お水はあげた方がいいかなってね思いますので、はい、やっていきたいと思います。はい、じゃあお水ねあげていきたいと思います。